専科とは、規定の学科の一部のみを選んで学ぶ過程。専科とも表記された。本科に準ずる過程であり、日本の帝国大学においては、本科の欠員を埋め合わせる形で募集が行われた。修行年限は、本科と同じように3年だったが、学校図書館の利用などに関して制限を受け、修了しても学士号は与えられなかった。旧制高等学校の卒業を、 入学資格とする本家と異なり、専科には、旧正中学校卒業の資格でも入学が許された。なおかつ、入学後に、選見や後献に合格すれば、本家に転じることが認められ、それまでの在学期間も通算して3年で、修了できる利点があった。東京帝国大学の専科に学んだ西田喜太郎は、当時の専科生というものは、誠に、惨めなものであった。 無論、学校の立場からして、当然のことでもあったろうが、専科生というものは非常な差別待遇を受けていた、ものであった。今言ったごとく、二階が図書室になっていて、その中央の大きな室が閲覧室になっていた。しかし専科生は、その閲覧室で読書することがならないで、廊下に並べてあった机で読書することになっていた。三年になると、本課生は、書庫の中に入って、 書物を検索することができたが、専科生には無論そんなことは許されなかった。と回想している。また、京都帝国大学の専科に学び、後本家に転じた、菊池博士は僕は専科生であるから、一偶に小さくなっているほかはなかった。自分は学問には自信があったから、専科生たることに絶えず、屈辱を感じていた。と回想している。ありがとうございます。